んどうもこんにちは、ナナです。さて、今回も引き続いて推しの子第2期の第2話を見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。推しの子第2期の第2話です。ゴー、お手のチャンネル。 OK、 ほんでいきます。3、2、1、やはい、始まりました。オープニングからですね。今回第2話、伝言ゲームということですね。やっぱかっこいいわ、このオープニング。私前回のアイドルもさ、好きやったけどさ、それと同じぐらい好きやねんけど。一気にさ、世界観変わらへん？なんか推しの子ってさ、アイドルの話やのに、なんかな、キラキラしてないよね。まあ、それはね、まあ、推しの子1話から見て分かってたけど、この第2期のオープニングになって、急になんかこの暗い雰囲気になって、サビも最高。2期のオープニングになって、なんかね、悲しさが増えた。だから今後さ、多分、推しの子ってなんか、悲しい展開になっていきそうな気すんねんな。まあ、元が復讐の物語やからさ、悲しい風になるのは仕方ないねんけど、でも私はこの舞台編が今めちゃくちゃ楽しみやわ。うわー、舞台早見てー。はい、見ていきまーす。あ、先生ですね。全部変えて脚本っていう話で終わったんですけど、はいはい。ここで先生、脚本くしゃってしてんねんな。くしゃというか力が入ってんねんな。先生もだいぶ勇気出したんちゃう？これ言うの。しーあれ、巻き戻ししてる。あ、そっか、先生場面に行くのかな。先生目線に戻る感じか。顔合わせ当日舞台、顔合わせ、あ、違う、先生メッセージじゃないわ。アリマちゃん私服可愛くない？なんか有名人やのにさ、そんな格好だったら余計目立つよ。お、メルタ君、なんかいい声になってない？メルタ君、あ、バレてる。すごいよ、メルト君、向上心の塊やな。頑張ってる、拍手したい、この頑張りには。顔つき変わってるよな、メルト君。
か今は振り返りというか、鴨志田作也、鴨志田って名前なんや、難しい名前やな。すごいな、細かく細かくキャラクターを紹介してくれてんの嬉しいわ。え、剣の、いやーすごい、帝国演劇賞、月宮なんちゃら賞、すごいんやろな、めちゃくちゃ実力者やねんやろな。姫川さんよろって気軽そうに喋ってるけど、こういう人に限って実力者なんかもな。本読みって台本を読むことかな。演技の前にそういう行為があんねんや。ズバッて言うね。アリバイ作り。ちょっと待って、あかねちゃんやっぱ可愛くない今回。え、ちょっと可愛さ倍増してない、あかねちゃん。かなちゃん、かなちゃん、顔顔もうすぐ。狙ってのキャスティングね、うん、いいと思う、いいと思う。まあ確かに一理あるかも。一理あるかもしれないけど、ちょっと黒いよかなちゃん。そうやな、尖ってる。メルド君やっぱ成長してるって、自分のダメさに早く気づけてるって。てかメルド君のあのさ着てる服さ、あの狐のブランドのやつやったな。二人が仲いい理由が分かったわ。アシスタントしててんな。相談しててんな、やっぱり。吉祥寺先生めっちゃ優しくない？やっぱりなんかいろんな経験してるから優しい人になれんのかな。歯磨き、あ、結構
こだわり強い先生なんかな。ある程度の押し引きが必要。アビコ先生でも0か100じゃない100片付けて全部言うてたやんの。あーすごいね、ダブル歯磨き癖強い効率重視なんや。でもちゃんと磨けんのかな、そのダブル歯ブラシってあでもそっか早いかでも確かになんか漫画家の先生って変人じゃないと漫画描けへんような気がする。変人というかやっぱこだわり強いかな、うん、脚本家さんがだいぶショック受けてる。あそうなんや、言っててんや。へえ、だから見に来たいんや。おお強い強いぞこの先生、良いな。脚本家が謝んの、 すごいな。うわー怖いよ先生、すっごいもう怒りが言葉に乗ってる。うわーすっごいこれなんかこれなんかちょっと生々しすぎひん。キャラを変えるのは無理やっぱそうやんな、原作者はそこやんな、キャラを変えられるのが一番腹立つな。うわーすごい手が震えてる先生、感情にも声にも感情が乗ってる。うわーそこまで言っちゃういいよ、言っちゃえばいいやん、もう全部全部言っちゃったら空気やばいけどね。あらこれは嵐ですね、大嵐やわ。よくあること、よくあることやろうな。もう完成したような形で原作者の最終確認か。はい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 。めっちゃわかりやすいやんこれ。だからタイトル伝言ゲームか。私やっぱアビコ先生好きやな。え、アビコ先生やったっけ？この先生。あ、でも編集者の気持ちも。わかる。ああ、そういうことね。
間にほんまに入って入って入って、こんな伝言ゲームやったら伝わらんよな。いやこれはもう脚本家と原作がさ一から話し合ったらいいんじゃん。でもそういうわけにはいかんねんな。そっかそっかそっか。そっか、それでさっきか。いや待ってないやろ、その脚本でプラス実物で良くなるか。これほんまにアニメの話か？めっちゃリアルやねんけど。うん、そういうことね。確かにね。溜まって溜まって溜まってバンってなんやろうな。うう、言うね言うね先生言うね。そこまで行く。でもその気持ちも分かるよ。だって自分の作品で自分の子供たちやもんな。おー、すごい、そこまで言えんねんやこの先生、強くない？え？かっこいい。違約金私が出しますって。でも世の中にこんな強い原作者っていんのかな。このアビコ先生がこういう風にズカズカ言ってくれてるからいいけどさ、実際こんなズカズカ言える人いんのかな。お金よりやっぱ作品が大事やねんか。関わらなくていいです。うう。アクア言うね。好き勝手言ってるっていう判断になんねんな。そっか。ちょっと待って、脚本家も脚本家で、難しいな。いやごめん、脚本家も脚本家で悩みはあるわ。確かにリライティングってめちゃくちゃ難しいわ。お互いの悩みがあるわ。あはあ、そういう大人の事情があんねんな。飲む、飲むっていうのはどういうことやろう。ごめん、飲むってどういうことやろ。このまま脚本のまま行くってこと。あ、違うわ、最初から。
わー、そっかー、ごめんなー、そやな。ちょっと待って、重たー、ちょっと重たー、これそやな、まるでほんまに現実の話や。大変なことになったな。ステージアラウンド、うん、何やろ、舞台がいろいろ回るみたいな感じ。怒ってるあかねちゃん。でも今は？あかねちゃんかわいすぎじゃない？デートだ、待って、え、ちょっと待って、今回の2期さ、あかねちゃんが光りすぎててめっちゃ嬉しいねんけど。体験型コンテンツ、え、次に行くの待って、早ー、早いよ。いやー、今回面白かったというかさ、ちょっと待ってな、重くてさ、ごめん、単純なことじゃないねん。そうやな、そんな単純なことじゃないよ。脚本家も脚本家でちゃんとプライドを持って原作をリテイクじゃなくて、書き直して舞台用にやるっていう仕事がある、仕事をしている。でも原作者も原作者で大切なね、自分が伝えたい、自分が命を削って作ったキャラクターたちと物語があるからさ、これがうまいこと合致することってさ、めちゃくちゃ難しいのかもしれへんな。ぶっちゃけさ、アニメ化とかもさ、言うたらさ、他に脚本家の人とかもいるわけやん。そう思ったらさ、でもアニメ化の方がちゃんと意図が分かりやすく伝わってない？舞台化とかドラマ化とかの方があかんのかな？じゃない？だって舞台と舞台、うん、なんか実写化とかしたらさ、残念なことになること多いけど、アニメ化では最近ちょっと少なくなってきてるような気するから、え、これって何が違うんやろ？この問題ってどうやったら解決すんの？え、ちょっと気になるというか、ここ話し合いたいな、ちょっと。はい、ということで終わりました。推しの子第2話伝言ゲームでした。ちょっとこれはね、来ましたわ、胸にずしんと。重たかった今日。はい。いや、重たかったし面白かったです。なんかね、この解決策をみんなに聞きたい。はい、ということで見終わりました。推しの子第2期第2話でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや。